はいどうも、プレスの T です。今日はですね、ちょっと大阪の方で最近話題になってる話してみたいんですけど、それは何かっていうと大阪都構想ですね。これまあ一昔前に住民投票やって否決されたんですけど、まあ、もう一回やりましょうっていうところで今議会通ったっていうんでちょっと話題になってるんですけど、まあね、これが結構質問とかもされるわけですよ。まあ僕自身は豊中市民なんで、大阪市民じゃないから投票権ないんであんまり関係ないっちゃ関係ないんですけど、まあ、一応大阪府民ではありますし、まあ、もう一個あるのが塾自体がね大阪市にあるので、まあ、少なからず影響は出るよというところです。で、まあ、生徒はほとんど大阪市の人なんで、まあ、一応気になるんでいろいろ質問してくれるんですけど、まあ、これがね非常に分かりにくいと。で、今ちょっとこれホームページ開いてるんですけど、いろいろ分かりにくいんで、今これ維新のページをね開いてて、なんで大阪都構想が必要なんですかと、まあ、こんなことが書いてありますね。で、いろいろまあ見ていくんですけど、最大の焦点としてはこの二重行政の解消ですよということですね。で、まあ、二重行政って何かっていうと、ここなんか不幸せとか書いてありますけど、要は大阪市っていうところと大阪府っていうところが、まあ、仕事がねちょっと被ってて、それでまあ喧嘩をする要因になってるというような話ですね。で、まあ事の発端というか、まあ一番の問題はこの大阪市がめちゃめちゃ強いんですよね。要は大阪府っていうのは、まあそれはでかいっていうのはみんな知ってますけど、その中で圧倒的に大阪市が強いんですよ。他の府が弱いっていうより、他の市が弱いっていうよりも圧倒的に市が強いだけの話なんですけど、で、普通の、まあ普通のって何が普通かはよくわかんないですけど、大体まあ県とか市とかっていうのがあった時には大体まあ県の方が強くなりますよね。で、広域のことは県がやりゃいいんですけど、大阪市っていうのが強い分、そこでいろいろと口を出してくると、まあ口出してくる県で当然あるとは思いますけど、まあそういったところでちょっと問題になるんだと。いうようなところですね。で、まあ、これに関して言うと今はそんなことないんですよ。実はこういうことって起きないんですよね。起きにくい。なんでかって単純に、まあ、大阪市長と大阪府長、大阪府知事が仲いいからですよね。両方とも維新で仲いいんでね。っていうところで、まあ、問題にならないんですけど、ここでちょっと仲が悪い人が大阪府知事と大阪市長になっちゃったら、まあ、えらい面倒くさいことになるという話ですね。で、まあ、この辺の話でいろいろとね、まあこの二重行政が原因で破綻したり譲渡売却があったりとかいろいろあって無駄が多くて、結局それが1兆6000億円以上過去にあったんだと、まあ、言ってるわけなんですけど、まあ、これに関して言うとね、まあその無駄っていう部分もあるとは思いますけど、閉鎖とかはね、正味わかんないですよ。これは仮に大阪、今すでに都構想が起こっていても投資失敗っていうのはありえるんで、まあ分かんない部分は大いにあるんで、それはまあ置いときましょうか。で、この辺は割と影響でかいかなとは思っていて、どういうことかっていうと、大阪市と大阪府っていうのが同じぐらいの力を持っていた時にどこに力を入れるかって話ですけど、大阪府っていうのは大阪府全体なので、当然その大阪市以外のところのインフラとかの構築とかっていうのも力入れようとしますよね。この辺とかだったら、まあ今やってますけどね、新名神とかのところのやつやっていったりとか、この辺の淀川左岸 延伸部とかって、この辺まだ計画中ですけどね、とかっていうところをやっていくというのがあると思うんですけど、なんか変な降りてきましたね。まあいいや、まああると思うんですけど、でこの辺のことで、でも大阪市はどうかっていうと、別に極端な話を言うとこんなとこ関係ないじゃないですか。全然大阪市じゃないんですよね、この辺って。だったらなんで大阪市がそこ のインフラ設備とかに力を入れなきゃいけないんだって話にもなるでしょ。まあこれ当たり前ですよね。それは喧嘩しますよっていう話です。でもここ書いてますけど、今はまあ松井さんと吉村さんでうまいことやってますけどっていう話ですね。で、まあいろいろとあって、いろいろ民間に移していきましょうと。これは国とかもやってますよね。まあ国で言ったら郵政民営化とかも最近だったら、最近って言っていいのか分かんないですけど、まあ直近だったらでかい民営化の話ではありますね。で、まあこの辺の話でいろいろあって、まあ結局何をするかってことですけど、ここですね。
かつての大阪ってところで書いてありますけど、まあ要は市長の仕事めっちゃ多くないですかっていう話なんですよね。だからそれをバスンと分けてしまって、府っていうのが大きい仕事を、府全体の仕事をやって、全体のインフラとかの話をやって、まあ市とか、まあ今度は区になりますけど、その特別区は特別区で、まあ、勝手にっちゃおかしいな、より地元に近いところで仕事をやっていけと、まあそういう話ですね。でまあこういうふうなところでいろいろとこう特別区に分けることによって、こんな渋滞みたいなの起きずに各区でさばいていくから効率いいですよみたいな話もありますよと。まあこれもね、結構怪しいところではありますけどね。単純に4つに分けたらスピード4倍かってんなわけはなくてまあそれはいろいろあるんですけどっていうような話ですね。でまあこの辺の細かい金額で使い道はこれと一緒、これまでと一緒って言ってるんですけど、まあこの辺若干怪しい部分もあるかなとは思っていてっていうところをですね。でこれが区割りの話、大阪の新しい特別区ですよと。淀川区と北区と天王寺区と中央区っていうのの4つに分けますよと、まあそういう話ですね。でまあこの辺のよくね、経済効果云々とかっていうのはこれあくまでシミュレーションで、正直な話をすると、まあなんていうかな、捏造ってわけじゃないですけど、数字ってある程度作れるんですよね。まあ自分たちの都合のいいようにって言ったらそれまでなんですけど、ある程度のところの数字っていうのはまあ作れますよと。そこら辺はまあ皆さん知っといた方がいいですよね。でまあ、大阪都構想の、経済効果っていう話なんですけど、なんかすごい言ってますよね。効率化による歳出削減効果とか、経済波及っていうのがあって、府市連携による、まあ経済効果っていうのがすごく出てきますよと。で、まあこれだけそれは出てくりゃすげえよって話なんですけど、ね。これって結局一番下書いてありますけど、これ大阪維新の会が出してるページなんですよ。ってことは当然、まあ、都構想のいい面っていうのを前面に押し出してますよねということです。でじゃあそうじゃないところっていう話で、これどこが出してるのかちょっとよくわかんないんですけど、適当に見つけてきたページなんですけど、論調としては基本的に大阪都構想反対みたいなことを言うてるところですね。で、ま、なんだかんだでいろいろあるんで被ってるところは飛ばしていくんですけど、まあ、結局これだったら意味ないよっていう話ですね。前半戦は若干その維新の方の話に乗っかっているんですけど、ここですね、ほら経済学ゼロ回と、あ、効果学ゼロ回というふうに言ってるんですけど、まあこれね、実質まあ、鉄道の民営化とかっていうのはもうすでにやっちゃったっていうところで、当初言ってたその効果学っていうのはそこまで出てこないんじゃないのっていうような話ですね。でまあこういうふうなところで効果が薄いのにやっても不安じゃないのみたいな、このね、おばちゃんがなんか出てきてますけど、これまあ一応大阪市民の代表のおばちゃんってことなんでしょうね、これ。まあ一応この人まあ、見といたらいいんですけど。で、ちょっとまあ不安だな、みたいなことなんか言うてるわけですよ。で、結局何がしたいんだっていう話だけど、ここで言ってるのは、大阪府は貧乏で、大阪市は裕福だっていうことで、まあここに出てるデータですけど、要は、まあ負債が、そうね、府の方の負債が3000億ぐらいあって、で市の方がなんだこれ、1兆、あ、こんだけ増えたんだな、ごめん、3000億円、府の方が増えていて、市の方は1兆6527億円減らしましたよと、借金をね。でまあこういうふうに考えた時に、府は金がなくて市は金を持ってると、だから府は市のこの財源ってのを狙ってるんじゃねえのっていうところで、まあこのページは終始話をしてますね。っていうようなことで、まあ、ざーっとこういうふうなところで、まあ、この一元化しますとかっていうところはあるんだけど、まあ、やっぱね、ここだよね。大阪府は予算と権限が大きくなるため、トップダウン力が、強くなりますと。これは結構、まあ、重要なポイントかなと、僕自身は思ってます。で、まあ、いろいろと、まあ、こういうふうな話があるんだけれど、まあ、戻ってしまうんじゃない、元に戻すのは、まあ、結構難しいよ、みたいな話とかもあって、でまあ、三重行政云々っていう話がここでちょっと出てきていて、まあね、もうこの辺の話とかもわけわかんなくなるんで、もうちょっとなんかわかりやすくならないのかなと思うんですけど、結局どういうことかっていうと、
大阪府と大阪市でスパンって役割を分けるって言ったんですけど、それどうしても分けれない部分って何だかありそうですよね。でそのどうしても分けれそうにないところっていうのはある種まあ調整する部会みたいなのがまああってね、でそこがまあ今度新しくできますよと。でそれが入ることによって大阪府とその大阪市プラス、その間に入るところっていうので3つになるじゃねえかっていう話がまああるわけですね。でまあこの辺いろいろまあ名称の問題でぐちゃぐちゃ分かりにくい話があるんですけど、まあ被ってる分は一回置いておいて、この区を、まあ、まとめていったりとかみたいな、これハックとかちょっとこれ情報古いのかな、古いんだけど、まあいろいろあって、まあ、公務員数とかって話ですよね。でこれはちょっとまあまだ問題にもなる話ではあると思うんですけど、どういうことかっていうと、今までそのさっき維新のページで見た話によると、まあ、要はこれだよね、ここで言ってるみたいに、まあ、スパンと綺麗に4つに分けるから、まあ、分かりやすいよみたいなこと言ってたんですけど、いやそうじゃねえだろうと。単純に4分割したらそれで済むんかっていうと、そうでは絶対なくて、各区にはそれぞれ区役所でできるので、それでプラスで絶対に公務員の数っていうのを増やさなきゃいけないと、そういう話は絶対に出てくる話ですよね。でまあこれ効率悪いやんなんやそれみたいなことを言ってるんですけど、このおばちゃんもなんかまああまりあれだよね、その終始怒ってるしあんまりスマートじゃないのかもしれないけど、単純に、まあ、維新の方でも言ってたけど、その住民サービスとかを強化しようと思ったら一番手っ取り早いのはそれは公務員の数増やすことでしょ。でそれによってある程度できるサービスっていうのも増えてくるっていうのはある、まあ、もちろん無駄な部分っていうのも出てくるけどね、まあ、その人員っていうのはどうせそれは増えるんだったらうまいこと使っていけばいいんじゃないのっていうふうには思いますよね。で、まあ、ここね、これこういう言い方するとすげえ大阪市民最悪って感じしますよね。これ何言ってるかっていうと、大阪市今あって、その大阪市の歳には8600億円あるとね。でこのうちの2000億円っていうのはここ消えてるじゃないですか。特別区の4区合計だったら6600億円になるよと。でこれ何を言ってるかっていうと、実はここなんですよ。この維新のページで言うところのどこかなっていうと、これですよ、これね。大阪市のこの広域な仕事に使ってる2000億円っていうのを丸々1回大阪都に渡しますよとね。でまあ必要な部分っていうのはもちろん返ってきますけど、まあ、これが大阪市からすると自由に使えなくなるわけですよ。要は大阪都に行くわけだからね。でそれって最悪じゃんっていう話ですよ、これ。住民サービスは使えないことに、いやってつったってさ、そもそも広域の仕事としてそもそも大阪市は使ってた分があるんだから、その部分の仕事がなくなって市としちゃスマートになるだろうって俺は思うんだけどね。まあその辺わかんないです、マジで。僕も詳しくないんで、皆さんにむしろ教えてもらいたいぐらいなんです、いろいろコメントとかでね。でまあこの辺もなんか書き方次第だなっていう気しますよね。予算に比べて2000億円減少するってそれは当たり前だろみたいな話ですよね。でまあこれ心配だよ、うんぬんかんぬんみたいな、これね言ってるわけですよ。でこれはここ言ってますけど、そうね、市民サービスを削る以外に、まあ、方法はないなみたいなことを言ってるわけですよね、このおじいさん、博士かな、博士は言ってるんですけど。でね、まあ、そのサービスを削る云々っていう話も結構まあ難しいところだなと思っていて、儲からなかったらそれは削るのは当たり前でしょっていう話で、で、ここのまあもうそろそろもうまとめに行かないと結構時間長くなってきちゃったんで、あれなんですけど、結局さ、こんなこと言ってるけど、その大阪府全体として見るか大阪市単体で見るかってだけの話だと僕は思うんですよね。でやっぱ大阪に住んでる人っていう感覚からすると、それはもう大阪中心主義、大阪市中心主義で行った方がそれはまあいいですよね。だから要は大阪府全体のことは知らないよって考えて、とにかく一番大阪市がいいようにっていう風に考えると、それはまあ目先としては絶対にプラスは間違いないと思うんですよ。で、それから先の話ですよね。
でそれから先のことを考えていった時にどうなるかっていうのをちょっとだけイメージした時に、例えばあの大阪とかっていうのをもっとさあの全体で見た時に、あの、まあ、僕豊中市住んでるけど、ただの豊中市との連携とかを強化するってなった時にさ、市と市で喧嘩するっていうよりも大阪府がもっと上から俯瞰してさ見てくれて、その例えばあの環状線とかの整備を進めるとかって話もそうだけど、そういう感じにして府として全体としてうまくいくようになれば、大阪府全体のそのまあ収益、あのまあ稼ぐ力って上がってくるはずだから、そうなってくると結局大阪市にもプラスにはなるわけですよね。結局一番強いのは大阪市、まあこの4区ってことには変わらないと思うので、結局そこも底上げされるわけじゃないですか。だから結局そこじゃないかなと思っていて、あくまで僕の感覚ですけど、大阪市が強すぎるんじゃないかと、都構想っていうのはね、結局その投票のポイントっていうのは大阪市が強すぎるから、それをちょっと少し抑えて府全体で考えましょうっていう感覚なのか、大阪市単体、大阪市は大阪市で今強いからもうそれはそれでいいじゃないかと、俺たちは俺たちでやっていくんだっていうふうに思うか、それどっちですかっていうふうに、まあ、聞いてる投票かなっていうふうに思うんですね。でまあその維新もうまい具合になんか隠そうっていう感が出てるのは出てるんですけど、どう考えたってこれ大阪市のパワーって弱くなるんですよ、そもそもの話。これを解決しようと思ったらね、大阪市長と大阪府知事が喧嘩をするような状況っていうのを解消しようと思ったらさ、どうやったって無理じゃん。大阪市長のパワーを弱くするってことは結局大阪市の権限を弱くするってことだから、それをやろうと思ったら、それは大阪市自体は少しまあ4区っていう形で分解っていう言い方をすると、その大阪市の人すごく嫌がるっぽいからあれなんだけど、あのパワーをねちょっとだけ落として、むしろあの府のパワーをね上げていけば、あの府全体としてその足並み揃える、まあどこまで揃うかは分かんないですけど、少なくとも今よりはあの府全体としての発展っていうのが望めるんじゃないのかなっていうのが多分維新の考え方だと思うんですね。分かんないですよ本当に、あくまでこれ僕が勝手に言ってるだけだからね。で僕も別にそんな詳しいわけじゃないんであれなんだけど、まあそういう話かなと思います。だからもう一回言っとくと、全体、大阪府全体でパワーを上げていくっていう考え方なのか、大阪市は大阪市でやっていくっていう考え方なのか、どっちがいいですかっていう投票だと思ったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というところでいろいろと僕がわからないなりに喋ってみたんですけど、多分詳しい人とかねいらっしゃると思うんで、あの賛成反対とかでも全然いいんで、できれば下の方コメントとか書いてもらえると嬉しいですね。はい、まあ、この辺の話非常に難しいんですけど、まあ、なんだかんだ言ってね、まあ、子供たちもいろいろ気になってるみたいなんで、まあ、もしかしたらあの話す機会があったらね、ご家庭なんかでも話をしてもらえるといいんじゃないでしょうか。ということで今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。さよなら。